かけあめの村。Yes, こんにちは。一般社団法人会革 GP の村松大輔です。私たちがですね、こう、本当にこう、不安とかいろいろね、やばいとかいろいろ感情湧いてしまいますけれどもで、それがありつつも私たちそもそも全体ですよというところをいろいろお話しさせていただいてるんですが、そちらのところですね、私もやっぱり気持ちいろいろアップダウンします。で、アップダウンしながらその気持ちをアップダウンするのが自分ではなくって、その後ろ側が自分ですよっていう捉え方をすると、アップダウンしつつも、 なんか大丈夫な自分というかな、が出てくるので、そちらのね、えー、お話に入りたいと思います。では、画面の共有です。私は体であって、感情であって、宇宙ですよと。えー、宇宙ってなんか怪しいじゃんと思うんですが、どんなことかなというところです。えー、まずですね、私たち体ミクロミクロに見ていくと、まず体がありますよと。でそれが全部、全部というかな、皮膚とか胃とか、えー、腸とかですね、えー、目とか、えー、が全部。 細胞でできてますよ。で、細胞がですね、この、ここ、細胞膜全部炭素ですよ。で、水、細胞、細胞液、水は H2O ですよ。というと、全部原子ですよと。で、原子見てみると、どんな感じかなというと、時折お,、ね、お話しさせていただいている、これが水素ですね。ハイドロジェンアトムの水素のシミュレーションなんですけども、ブワー っってなってなますよとで、ここの電子運のところこれ電子運って言うんですけども、電子がダーって出てる雲のようになってるというのを電子運って言います。これあの大学でやります。電子運っていうのはね。で、ここに意識であるフォトンっていうのが、これはアルバート・ポップ博士がおっしゃってるんですけど、バイオフォトンっていうのが、できるとか嬉しいとか幸せとかでそういう意識飛ばしてますよと。あと、新陳代謝を促すための、この、で、あの、 電磁情報もこうと、フォトン情報もですね、飛ばしてますよと。で、ここの物質、この水素、水素、酸素集めて、水、水を作ったり、炭素が集まってお肉を作ったりするんですけども、この物質、見えてる側が物質って思ってしまうし、このいろいろムカつくとかね、嬉しいとか、あの、気分が、気持ちが自分自身って思ってしまうんですが、この、 素粒子を生み出してくれている後ろの背景の根源のエネルギーがあって、そこがゼロポイントフィールドですよと。ゼロポイントフィールドはまだ仮説なんですが、で、そこから素粒子がこう、いつもいつも波,波打って、それが紐で、それが素粒子ですよというふうに考えられるかなと。で、この黒い側がゼロポイントフィールドっていう側に捉えていただければ、こう、落ち着きますよ。で、実際にですね、 物質層があって、今のダラララーって点滅してる素粒子層があって、後ろの背景の黒い側、ゼロポイントフィールドがありますよ。で物質側を古典力学で、えー、素粒子から、あまあ、分子原子からミクロの層を量子力学ですで。分子原子も素粒子のようにダーってなっているので、えーうんと、量子力学の範疇になってきます。で、物質側だけしか知らないと、 力技とか、見た目で判断するとか、根性、気合いとかですね、頑張りとか、なんか、ね、猫のボーナスのために頑張るとかっていうふうに、見た目、物質側だけでなりますよと。で、素粒子層にですね、いろんなフォトン、そフォ素粒子にフォトンとか、ニュートリノとか、電子とかありますよ。重力子とかありますよ。で、フォトンっていうのが、いろんな感情なので、トラウマ、深い悲しみとか、 恐怖とかがありますよと。で、他にも、引き寄せの法則、鏡の法則とかですね、が、フォトンの周波数のやりとりで起こってますよ。潜在式の法則も、意識ゆえに、これはフォトンなので、これもフォトンの波を出してるから、頭で認識できい、できていない、えー、フォトンで呼び合ってますよっていうのが潜在式の法則です。で、さらにはあ、ハイヤーセルフとか魂とか、魂はまだ、 実際に科学で解明できてないんですけれども、意識の合計なので、これも素粒子ほとんどじゃないかなというまだレベルです。でさらに、ゼロポイントフィールド何な,なのって言ったら、ここまだ,まだまだまだ全然科学入ってなくてですね、アインシュタインは私の言う神なの、神なのだと。で、エジソンは宇宙からメッセージもらって、えー、発明としていたというふうに言っている領域があります。で、どんどんどん,どん運ばれる側がありますよっていうふうに、それぞれあります。で、不安とかやばいっていうのはここにあって、 で、この素粒子層が自分ということも正しいし、体があることも正しいし、で、その奥の隙間、素粒子の隙間があることも正しいと。ただそこが神とか宇宙というのはまだ、えー、科学ではなってないけど、隙間はちゃんとありますよということは正しいです。で、どこを自分と思うか。瞬間瞬間に体が自分だ、感情が自分だ、さらにこちらの背景が自分だと思うのがどこも正しいと。で、 えー、アインシュタイン神を語るという本があるんですけども、その本の中にですね、3人の対談でどんどん話が進んでいくんですが、ある方がアインシュタインに質問するんですね。この実体はないんだから、この肉体とか関係ないでしょみたいなやり取りをしたときに、アインシュタインが椅子からペンって立ち上がって、ね、相手のほっぺたをペタンって叩くんですよ。で、何するんだみたいな感じだったんですよ。相手が。痛いだろって言って、体はあるんだ。 いうふうに答えるんですね。だから素粒子レベルで、ミクロのレベルで見ると、ダーってなって実態はないけど、でもちゃんと体ありますよ、というふうに、ちゃんと体の方も正しいですよ、ということなんですね。なので、体があり素粒子層も正しいし、それはポイントフィールド層も、あの、ま、隙間があるという側も正しいですよと。そこが、宇宙根源のエネルギーフィールドであり、宇宙生命、大生命のもとですよ、という側があります。 で実際に、開花がやりたいことっていうのは、この引き寄せとか鏡の法則を学びたいわけではなくって、こちら側があると、そうすると、そちら側が自分だということを作っておいた上で、日常を生きるっていうふうにしてあげると、日常が本当にうまくいきますよ。それが、お相手の中にもそれがありますよと。 というところですね。が、を生きていただくと、それがどん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 うまくいきますよ。で、実際に開花のセミナー、まあ2でセミナー、2でセミナーの中でもそれをどん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 させていただいております。で、2でに実際にご参加いただいた方ですね、あの、経済許可いただいてるんですけども。 ありがとうを響かせるワークを体験して、皆様のエネルギーと一つになる感覚がすごかったで。大ちゃん先生の長時間でも疲れを感じさせないエネルギーの温かさがとても心地よかったです。ありがとうございます。私が面白いおかしくしてるかもしれないんですけども、あの、お茶目っていう言葉もね、感想をいただきました。ありがとうございます。トレーナーの皆様も笑顔で受け止めてくださって、嬉しかったです。2でありがとうございました。という感想だったりですね。質疑応答の時に質問者の方の視点、見方は私も持ってる視点だったので、本当に質問 していただいて良かったと本当にね素晴らしいことが起こってましたでまた分かりやすく回答していただきマニュアルはないということが改めて分かりましたと なので何か見てやるわけではなくて、場の周波数のやりとりの中で進んでいくのにですね、で少しトゲトゲした空気が優しい空気になった瞬間があり、周波数を動かすということを体感した時間でした。気づきありがとうございましたと。私もね、あの、あるところからスルッてこう、あ、深まったな、入ったなっていう瞬間があったんですね。そしたらトレーナーさんもあと、あの時変わりましたよねっていうふうなことをおっしゃっていただいて、本当にこうね、皆さんの奥底は美しいな。 ってのをすごくこう感じさせていただきました。と、あと、他の方ですね。仕事に関しても、家庭でも使命感で生きていたので、使命の奥の天命についての部分は、大きな衝撃とともに深い学びをさせていただきました。こちらこそね、本当にありがとうございます。で、天命のところでの瞑想は、思いもよらず、自然と涙が溢れて止まらなくなりました。梨田先生が来てくださって寄り添ってくれ、えー、一緒に涙を流してくれました。本当にありがとうございました。私も今も泣きそうです。 で本も映像でも理解と感動はできますが、どうしても肌で直接体感することはできません。この2日間のセミナーにどうしても参加したくて、今回させていただきましたが、予想以上であったと同時に予想外の自分の反応があり、自分自身正直驚いています。全身が感謝で包まれ 帰りの飛行機の中でも自然と涙が出てきました。大ちゃん先生には心より感謝いたします。トレーラーの方々にも本当にお世話になりました。心より感謝いたします。二日間の学びを日々の生活、家庭と仕事の両立でまた何をするときでも愛と感謝を自分を響かせて生きていきたいと思います。本当にありがとうございました。と。こちらこそね、あの、ものすごいお忙しい方で、 もう本当にどうにかこう2日間取ってきていただいてですね、えー、深く深くこう響いてくださってありがとうございました。本当にこう、開花がやりたいのは、量子力学の勉強会ではなくて、えー、量子力学の勉強会じゃなく、皆さんの人生がより良くなるようなあり考え方、あり方、その考え方にのっとって、その体感の周波数で存在していった1週間後、1ヶ月後、1年後ってものすごくこう変わるので、 っていうのを活学、生活に、生き方にやっていくっていうことが活学なので。 この、こちらの専門的な勉強はですね、私も正直、あの、奥の奥まで全然理解できてないです。でも、この大学で授業でやったレベルで、そこから、あ、こういうことだろうなという私なりの考え方も入れて、こうお話させていただいております。で、そこから皆さんが本当に幸せに生きるって人たちだらけになっちゃえば、その周波数を響かせていれば、地球が本当にこう幸せな惑星になるので、本当にこう、地球平和っていうのは、周波数の結果なので、 この地球、皆さん自身の周波数、どん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 本来のね、幸せだなとかありがたいなっていう周波数だらけの人たちが組織を作ります。家庭を作ります。 でね、えー、お仕事を、サービスを提供しますってやると、どん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 幸せな周波数になっていって、地球がどん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 良くなっていきます。そういうふうに、皆、えー、さんで幸せな周波数響きをね、やりながらご自身の心にもね、えー、素敵な波を響かせていっていただければと思います。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。